キリスト教では神義論といって、全能で善なる神がなぜ世の中に悪が存在することを許しているのかという問題が議論されています。それでは天理教では悪についてどのように教えられているのでしょうか。こんにちは、吉福です。今回テーマにする悪の問題というのは非常に奥が深いものですけれども、基本的な点に絞って解説をしてみたいと思います。さて、悪についてお筆先では次のように述べられています。よろずよに世界のところを見渡せど、悪しきのものはさらにないぞや。一列に悪しきと言うてないけれど、ちょっとの誇りがついたゆえなり。過去、現在、未来とすべての時代のすべての人間を見ても、悪しきのもの、つまり人間にはどうしようもない根源悪のようなものはない。ただちょっと誇りがついているだけなのだ、という意味です。天理教では親神様のおぼしめしに沿わない心遣いを誇りに例えて教えてくださっています。私たち人間の心は本来は曇りのない鏡のようなものなのですが、親神様のおぼしめしに沿わないような心遣いをすると、それが埃のように積もり重なります。その埃を絶えず掃除をしていればいいのですが、油断をして放っておくといつの間にか積もり重なって、ついにはちょっと吹いたりしただけでは取れないようになってしまいます。病気になってしまったり、困った出来事が起きてくるのは、心の埃が溜まっているよ、掃除をしないと大変なことになるよ、という親神様からのメッセージなのです。さて、埃を掃除するにはほうきが必要です。お筆先に、世界中群れのうちよりこの掃除、神がほうきやしかと見ていよ、とありますように、神がほうきだとおっしゃっています。ほうきは言うまでもなく最近流行のお掃除ロボットではありませんから、人間が手に持ってほこりを掃除しなくてはいけません。では実際にはどうすればほうきを持って掃除をすることができるのでしょうか。それは2つのことをしなければなりません。1つ目は、親神様のおぼしめしに沿わない心遣いをしたことを反省し、お詫びを申し上げ、これからはそのような心遣いをしない心を定めるということ。そして2つ目は、周囲の人にも誇りを積まさないように心を使うということです。この周囲の人にも誇りを積まさない心の使い方を誠真実と言います。この誠真実の心で周囲の人々に接することが、互い立て合い、助け合いなのであり、人を助けて我が身助かるという教えにつながっているのだと思います。誇りの心遣いとはどのようなものかということを知るための拠り所として、親神様は8つの誇りをお教えくださっていますが、この8つの誇りについてはまた別の動画でご紹介したいと思います。また心の誇りとは別に、困った出来事や病気の原因として悪因縁というものもありますが、これについてもまた別の動画でご紹介したいと思います。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは天理教の教えや活動などを分かりやすくご紹介していきます。チャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いいたします。